今日はネパール料理の代表作カレー、それを家で作ってみます。はい、あなたの名前は？スシールです。どこから来たの？ネパールからです。おお、ネパール。ネパールといえばインドと中国の間です。やって、それでは材料をさせて、じゃあ材料、材料これこっちとか、はい、ネギ元さんだよ。はい、はい、あいや、右手で入れる、左こうやってる、見る、右にして、あ、右手です。どんだけ慣れとんねん、テレビ。何入れた？鶏肉なんです。鶏胸かな。これはええ肉やね、うん、これはチラルだよ。88円の肉でございます。88円、あら、安いわね。これがどうなるか。やっぱり炒め方もコツがあるんですか？ありますよ。どうやって？どうやってんの？混ぜながら、うん、あとこれにターメリック入ります。何でした？これで作ってます。結構ちゃうで、塩やで、うん、いいの？そうそう、うん、そんな塩入れんの？大さじ2杯入れたやん。大さじ1杯、1杯塩、白いの塩、お砂糖違うで。すげえ、そんなに入れんの？1半まだ足らないと思うね。なんかびっくり。反対やねん、蛇口エアコンやら上にあげんねん。もうなすび、もう春風吹いて、先っぽちょが切れるかどうか。ここだけ切ったらいい、ここ切ったらいい、これだけ、うん。子供用包丁らしいです。へぇ、あの、落としそうなんでもヤクザみたいに、こう落としたらいいやな、うん、すごい。それ半分しようか、でかくなるなし。落としそうな後ろを取れるやん。はんはんしん、肉トマトなっちゃった。あ、トマト缶いる？一個入れます。二個あるで。二個入れようか。肉入れると寒いなるんちゃう？え？多すぎるんちゃう？多すぎる？八人分いんねんで。八人分寿司。入れるかな？だめちゃ。わけわからへん。あの。どこ？寿司しゃべり持ってできるやん。すごいやん。これでどのぐらい炒めんの？あ、これちょっと色つくまで入れて、スパイス、ニンニク、生姜入れて、その大きな鍋に移して、ちょっと炒めてからトマト入れようかな。はい。ナスビ早く入れすぎたからね。ジャガイモ後からなったからね。スチの笑い声、面白い。あの、お母さん何回も。まあ、何入れてんの？しょうがないの話やね、しょうがない。はい、ダジャレ好きのネパール人です。うちら入れやね、何やね、このしょうが。なんか、しょうがに切れてんで。もうちょっとそれ洗うよ。もう一回洗うって、それ。あ、なるほど。あ、それしょうが、しょうが、それもしょうが。色違うやな。 あの、調味期限がちょっとやばいやつと最近こうたやつ。あ、いいよ、おい。まず同じ、はい、このぐらいのスティック生姜で十分でございます。1本98ね、はい、はい、男子も厨房に立っていただきます。素晴らしい、ね、ニンニクか、これこれか、ピンクがニンニクやで。漢字で書いてるから読めへんやで。それ日本語ひらがなや。ニンニクも余計結構たっぷり入れんな。8人前な、寿司。はい、これがキャップやな。これがキャップやな。ほんま助かるわ、寿司がカレー作ってくれたら、店のカレーが。で、混ぜる。うん。あ、そうそう。あ、これは100均で売ってるスパイス。もう全部揃います。2本で揃います。ダイソー、ダイソー。ダイソーで揃います。いいね。
こういうのがいいよね、手軽でね、うんうん、確かに。これ何シナモンみたいやな。そうシナモンやで。これも入れるの。シナモンも入れたで。あ、ヨーグルトいる？寿司。ヨーグルト入れようか。これ何？これマスターシード。マスターシードやって。これいらない。いらんのかいな。でもその辺に。はい。ゴミやで。何すんの？これが。生姜に水入れてる。チューブに。混ぜながら。すごいやね、これ。シェフの知恵やな。綺麗に洗えるな。シェフの知恵。最後まで生姜が綺麗に使えます。キャー、素敵。これは主婦にも活かせるね。ゴミやで。綺麗にでき、綺麗です。ほら。これで綺麗に洗えてるよ、中が。厳しいから、椎茸にも厳しい声かけんのじゃ。はいよ、トマトでーす。一缶、丸々一缶。で、そのトマト缶も、もう一回洗えるね。これは、また使うの？まだ水入れる。残ってるもんな。もったいない、もったいない。どこやねん、この水道いつも間違えるし。しかも、これ笑いの水道や。逆やね。これは地震切るときから大変やな。うん、そう。こういうとこはケチんねんな。うん、そう。レバーは。不思議やわ、ほんま。ちょっとね、よう、金持ち隠してるよな。ほんま。お金なんかどこにも。宝くじ早く当たってよ。なんか痛いな、宝くじ。綺麗な。綺麗に再利用すんな、あかんか。なんか中も、はい、水入れて。そしたら、口も。トマトいらないと思うけどな、これで。だって持って帰る分、高崎分やね、これ。入れようか、トマト入れようか。でもこれ以上入らんか、こっち入れてからの方がいい。炒めてからそこ入れようかな、煮込むだけ。ヨーグルトいんの？うん、ちょっとトマトペーストだけになったから、ちょっと白身しようかな。うん。これ何カレー？ミックスやな。え？ミックスカレーやな、チキンと。あ、ミックス。チキン、ジャガイモ、ナスビ入ってます。ミックスカレー。ミックス。肉ミックスカレー。ああ。ミックスカレーってな、こういうのは。あ、辛くなってる？うん、なってる。なってる、なってる。ジミちゃんで、ここにジミ大西。いいよ、このぐらいやったらいい。ああ。何、ちょっとマイルドになるの？うん。コクが出るってこと？コクも出るし、マイルドもなる。ちょっと甘みのさらに砂糖入れようか？小さじ1杯。ヨーグルト入れたらまろやかなんのちゃうの？じゃあ甘み、ちょっと甘みく感じする言ったら、砂糖入れたらちょっと甘みな、ちょっと入れようかじゃん。砂糖、そこに砂糖って書いてあるわ。砂糖し、どこ行った砂糖し。砂糖もカーナーないな。足りるか。今だったらあまり入れても、入れすぎても甘すぎない。甘いのはな、カレー。いいとこ、引いて。え、そんなに2だけ、はいよ。サトシ似てるんちゃうか。正解。サトシ、はい、どうぞ。あ、匂い嗅いだ。すごい香り出てます。匂いでわかる？うん。さすがに。でヨーグルトこれにがあとシェフみたいななんか香り濃いめとしたいたらこの何モスタルシードあるやんモスタルシードあるそれにフライパンで油入れてフライパンで油入れんの、うん、フライパンに油入れてモスタルシード入れてこれ全員横中入れてああ油で炒めたやつな、うん、すげえ香りで美味しくなるマスターシードは香りがいいのなるほど、ね、好きと嫌いな方あるからね好きと嫌い、うん南インドやったらこっちに何ココナッツミルク入れたりとか。そうなん。はいやーできた。十分前俺起きてしすぐ後ろ降りてから電気つぶって。うん。ポイントつぶったけ。じゃあ楽しちゃ今から。オッケー。ゲームの時間よ。オッケー。これ直したらいい。ゲームするわよ。何するのこれ。目から。はいハム太郎ゲームです。私やったことあるこれない。